スラムパート2。ももどこ？見てください、メモがあります。小さなアウトサイダーさん、もし君がこれを読んでいるなら君はまだ生きてるということだね。やったね。僕はバーに行ってある装置を使いアンテナ感度を上げている。こっちで会おう。あ、ちゃんと仕事しててくれたんだ。窓をロックしたけど解除コードは簡単。全然わかんない。E12 が何とかしてくれるでしょ。お、やった。ナイス。あ、モモ。いや、ふわふわさん。見てよ、シグナル受信したよ。あ、早速。あ、座って。オッケー。撫でてくれた。これちゃんと動くか確かめてみるね。はてなはてなはてな。もう少しだ。こんにちは、聞こえますか？うるさい。こんにちは。うん、聞こえるよ。スラムから発信してる。ここからの脱出方法を探しているんだけど。待って、もしかしてゼバルタイザー。モモ、信じられない。ゼバルタイザー、あなたの声が聞けるなんて。どこにいるの？みんな無事？イエス、我々は無事。道を見つけました。もしもし、まだ聞こえる？私たちの場所に来るには下水道を通らないと。とても危険。ザークがそこら中に。下水道どうやって？もしもし？なんてこった。シグナル途絶えてしまった。悔しがってる。信じられない。ゼブラタイザーが生きていた。彼も仲間も下水道を通ったのか。下水道はスラムで最も危険な場所。でもゼブラタイザーができたならできるのかもしれない。あ、ずっと寝てたおじさん、シャームス。下水道を通ることなんてできないよ。ザークがうじゃうじゃいるんだからすぐに食べられちゃうよ。特に君みたいなおチビさんは。戦う術が欲しいです。みんな一か八かでトライしたけどうまくいかなかった。とにかく危ないよ。君がすることに口出しはしないけど。シャームス、バーテンダーさん。彼のお父さん、ドック。あ、え、ドックの息子さんだったんだ。今、偉大な科学者だったザークを倒すための武器を開発中だった。数年前その武器のテストをするといい街を出ていき、それ以来姿を見ていません。それ以来シャームスも変わってしまった。シャームスの言葉を信じちゃダメだ。昔の僕のように臆病者だから。ドックが武器を作ってくれたら僕たちはアウトサイダーの仲間入りだ。ノートの中でドックは時々シークレットラボについて書いてある。彼はそこで作業をしていたに違いない。シャームスのアパートにヒントがあるはずだ。一緒に来て。急いでるんで、チョッパ屋で走ってください。お願いします。走って走れよ。こういう犬の競技あるよね。棒をこうやってく。いや、こんなことしてる場合じゃないんです。早く仲間に会いたいんです。シャームスさん、シャームス、お願い、ドア開けて。君のお父さんが僕たちを助けたがっていたのは知っているよね。開けろ。まあ予想はしていたけど、シャームスにとっては辛い状況だから。もうアウトサイダーのことなんて聞きたくないんだと思う。彼にはもう頼れない。でも君ならいいアイデアがあるんだ。不法侵入なら得意ですけど。ドックのノートを持ってシャームスに見せてよ。任せといて。たくさんの情報が食療法になればいいのだけれど。おちびさん、シークレットラボを見つけて。僕はバーに戻って仲間にもう一度連絡してみるから。オッケー、じゃあ行ってきます。ここで何をしてるの？言っただろ、下水道を通るの自殺行為だって。そっとしておいてよ。まあ、そんなことも言ってられないんです。猫にも猫の事情があるので。どうぞ。これ何？待って、これパパの？いくつなの君、シャームス君は。うわー、知らなかった。アパートに隠し部屋がある。どこに？シークレットラボ、すぐ目の前。多分この辺のどこかにヒントがあるのかな。お、なんか調べられる。おお、あ、デジコード。時間が真実を告げる。時間2511です。しゃー、開いた。この部屋見たことがないや。ずっと隠してたなんて信じられないよ。いや、この規模の部屋隠すなんて相当だよ。この設計図、ザーク用の武器のことだ。パパは秘密主義だったかな。武器欲しい。パパがね、武器は理論的には動作するけど本当の環境でテストしたいって言ってた。ノートにも書いてあったね。スラムを出てアウトサイドに行ったきり戻ってこないんだ。あ、じゃあロボットニュースヘッドライン、ザークは制御不能になりました。金属製品も食べるようになりましたじゃないんだよ。あ、これザークの標本だ。観察結果、可愛い音だが敵対心あり。人間時代の古いバクテリア。雑食、暗闇でも完全な視界。強い光に反応。
光に反応してるんだ。じゃあこの B12 につけられた洋服のせいで襲われてたってこと？ふざけんなよ B12。 フラクサー設計図コンセプト光ベースのハンドガン、ハンドガン物環境でのテスト、目標1秒につきザーク20匹破壊。1秒につき20匹も破壊できたらもう余裕で駆け抜けられるね、この世界を。ください、どこにあるんですかそれ。ハンドガン口にくわえて撃つんで、ここに武器入ってるんじゃないですか。落とせ、からかよ。次こそここに武器入ってるんじゃないですか。あ、なんか入ってる。待って、思い出した、これはパパのトラッカーだ。パパはいつもトラッカーを使って僕がどこにいるかチェックしてたんだ。今度は僕たちの番だ。これでパパを探そう。なるほどね、ドッグを探すってことか。パパがまだ生きてるかもしれないなんて信じられないよ。すっごくパパに会いたいよ。ザーク用の武器が必要だよね。パパは確かに持って行ったよ。トラッカーを直そう。それはそうすればパパを直せるから、サラムのどこかに直せる人がいると思う。こっちに来てドア開けてあげる。ドア開けてー。ママ再接続に手間取ってるよ。そっちはシェームスから何か聞けた、聞けました。このトラッカーを見てください。面白そうな機械だね。でも壊れてる。村に直せる人がいるかも。バーには行ってみた。え、ここバーじゃないですか。なんて美しい装置だ。この辺では見かけないね。こういうの直すの得意な人を知ってるよ。すごい才能がある人なんだけど、まあ、ちょっとまあ見ればわかるさ。彼の名前エリオット。エリオットね。プログラマーか。オフィスはここの左側にあります。オッケー、ありがとう店長。行こう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 。エリオット、はい、どうしましたか。これを見て。わあ、すごいトラッカーですね。トヒマ BR2000 モデルです。これを使えば誰でもトラックできますよ。私も試していいですか。はい。直し方はわかるのですが、こんなに震えているとキーボードが使えないの。本当だ、なんでそんな震えてんの。病気か何かでしょうか。気分が悪いのは確かです。わかった、私いいもの持ってますよ。こんなに震えていては作業がありません。毛布があれば震えが止まりトラッカーを直せるかもしれません。そんな時はポンチョ。どこでこれを見つけたのですか。すごいです。試させてください。はい、どうぞどうぞどうぞ。おう、グッバイフレイです。作業ができます。ありがとう。必ずあなたのトラッカーを直してみせます。まあ私のじゃないんですけど、まあどれどれ、ここをアップデートしてここをこうして、じゃーん、はいよできました。うちびさん、探している人をトラックできるといいですね。ありがとう。じゃあ急いで戻ろう。出れへんやないかい。やばい、道に迷った。急いでるのにこの街複雑すぎるよ。やっと見つけた、シェームス。トラッカー直してくれる人見つかった。エリオットが直してくれた。直ったの、直ったのね、すごい。こっちに持ってきて。リングの応答があった。パパはまだ生きてるってこと、信じられないよ。生きてたんだ、よかったね。トラッカーの指示に従おう。パパが行った場所がわかるかも。走れ走れ走れ。ん？ここら辺？間違いない。パパは本当にサラムを出たんだ。そこは危険だけど、僕は真実を知る必要がある。やってみよう。で大丈夫？どうなってる？お？なんだっこ？尻尾ピーンってなってご機嫌だったけど今。全部ザークの卵だ。きっと僕らは食べちゃうんだ。これ以上僕は進めないよ。おじけづくんじゃねえよ。お父さんに会いたいんだろ。君みたいな走れないよ。僕だけザークに捕まっちゃう。確かに呪いもんな。ほら、このバッジをつけて、パパが見たら君は仲間だって分かってくれるから。え、バッジくれんの？あ、なんか、かわいいかも。僕がドアを開けてあげるよ。君のお父さん、私が見つけて武器をもらいます。そしてザークをいっぱい倒して仲間の猫に再会します。あ、いた。ごめんね、もうこれ以上先にはいけない。僕ノロマなんだ。ザークに捕まっちゃう。わかった。パパを見つけてパパを連れ出して。任しといて。OK、 走れ。